吉田さん、韓流ドラマ面白いですよね。私はね、香港映画が好きで、まあカンフーとかアクションとかヒューマンとか結構ね、いろんな要素が入ってるんですよ。なんかその香港もハリウッドに匹敵する映画のレベルになってますよ。で、今回はね、極道の名言っていうサイトがあったんで、あるもんですね。ちょっと紹介したいと思います。心を輝かせる名言集、暴力団とは違う最強ヤクザの名言、格言21選。弱い者をいじめて金を儲け、ベンツに乗って高級クラブをはしごするような輩はあくまで暴力団で、ヤツがとはちゃうんや。そう言われても仕方のないヤクザが多いのは事実やが、一緒にされるのはこっちも向こうも迷惑やろ、という名言があるらしいです。私が好きなのは次ですね。相手がいっぱいでな、こっちは一人、どうもがいても勝てねえとき、そりゃ当然諦めれるだろう。そういうときにはいてえとか助けてくれと言っちゃしまいなんだ。俺たちで一番大事なのはそういうときだけなんだ。そういうときの態度だけは他人に語れるんだ、ということで、ピンチになったときに自分の真価が問われるってことですよね。で、ロスジェネに生まれ、就職も決まらず、借金だらけで、なんか一人ぼっちという満身創痍の状態の時に、よっしゃやったるぜこっからって思えるのか、ああもうダメだ終わったって思うのか、でももう見てるところとか踏み出す足先がもう変わるんですよね。第一歩が前向きであるか、それとも後ろ向きであるかによって1万歩先ってのが決まってくるような気がするんですよ。諦めるのは次の一歩でいいのかな、つまり100歩行って諦めるのか、1000歩行って諦めるのか、まあそんなとこかなと思うんですけどね。もう一回やってみて諦めようっていうふうに思えれば、いつの間にかたどり着くような気がしますね。まあ任侠の世界も弱肉強食ですからね、厳しいですよね。いってらっしゃい。